どうも柴です。本日は西成でおすすめの居酒屋さんに連れて行ってもらおうのコーナーということで、西成といえばちょっとおデブな飲みの助さんにいいお店を教えてもらおうと思います。そうやな、あれちゃん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 、だいぶ太ったよな、だいぶ太ったよな、だいぶ太ったな、だいぶ太ったよな、うん、遅いな待ってたのに。ちょっと待って、飲みさん飲みさん、だいぶ太ったよね。いやいや見てよこれだって、ここ肉の居酒屋、もうめっちゃ良さそうやん。そわそわ太るでしょ。あ、通ってはるんです。そう、もう肉の居酒屋さん、ミートテック、そうそうそう、ミートテックなるほどということで今日はこの肉の居酒屋さんに潜入したいと思います。行きましょう。ほんまに安い？安い、絶対行きましょう。大丈夫、うん、いける、うん、なんかうさんくさいね。ほんまやね。いやいやいやよっしゃ、行きましょう。でかいね。あ、ごめんなさい、でかいね。ちょっと窮屈やね、端っこをやられて。まあまあ、メンバーが悪いわ。僕らメンバーが悪いんですよ。そうやな、これね、うん、デブでしょ、うん、デブでしょ、うん、デブでしょ、うん、よ4人席いいね。そうやな、カウンターで並ぶとな。確かに。お見苦しい限りでございます。いえいえって、飲みたんに言うてない。うん、あ、すいません。視聴者さんにね、見せる側になっちゃってるからね。デブを。こんな感じやねんや、当てが。へえ、全部リーズナブル。結構いっぱいあるんやね。そうやね。うん。はい。ありがとうございます。はい。ということで、生いただきます。どう？乾杯です。乾杯です。ちょ、同じタイミングやめてや。あーのタイミングさ。シンクロしててんけど、これどういうこと？ちょっと気持ち悪かった、ね、デブつながりやな。デブの呼吸 や、 そうや、ね、これ二口飲んで二口目ちょっとみたいな。三国はせえへんのかい。ほんまやね。よっしゃ、じゃあちょっと当て頼んでいきましょう。とりあえずお作りいきますか。いきましょう。何食う？お作りのおすすめって何ですか？わ、生つくねがおすすめ。じゃあ生つくねと、はい、であと胸たたきネギまみれで。胸たたき、はい、お願いします。はい、僕ちょっとハートもいいですか？はい、もはやもう盛り合わせデブねみたいな。いやいや、でもまたすげえデブは1個ずつ食べて、うん、そうやな。のみさんこれすごいね、いい色してるねこれ、うん、胸たたきネギまみれ、すごい、これ安いですね、うん、すごいツヤツヤ、お値打ちやね、ね、このボリューム。いただきます。このさ、繊維感がすごい新鮮さを表してる、うん、もうポン酢がかかってるらしいから、ネギをたっぷりこういって、これでいただこうか。いただきます。お店さん、いい店知ってるね。いいでしょ、ますます太りますよ。いや、胸やからこれはヘルシー。あ、そうやね、これはいけるわ。そうやね、超ヘルシーやから、ほんまにこれすごいよね、ほんまに、うん、分厚くて。お、玉ねぎもあるじゃん、うん、これダブルで挟んでいこうか、次。生き返ります。生き返る。これ超ヘルシー。あー、うん、ということでこれが生つくね、ここの一押しやって。うまそうやな。これをまず卵黄を溶いて、んでこの海苔を巻いてこのお醤油でいただくというスタイルらしいわ。ほう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 。じゃあ早速やろうか。やっちゃうで。そうそう。おお。ほら。でこれ混ぜる。そう。デブが好きなやつでしょ。おお。顔笑ってるもんな、取りながら。でこれをこうこんな感じにして、でこのネギで、じゃあネギちゃう、ごめん、海苔な。海苔で巻いて、こう綺麗に巻いて。でこうやってからのお醤油につけると、うわ絶対うまいやんこれ。これはうまいわ。これうまい、うん、あのね、この卵黄の濃厚さ、うん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 、これとこの海苔がめっちゃ合うのよ。へえ、うん、ほんでこのお醤油でキリッと食べるみたいな、おうおうおう、めっちゃうまいわこれ。これは安いな、ほんまに。醤油ちゃんと、うん、うまうまい。
最高っす。最高、うん、西成でこんな生つくね食べると思いませんでしたでしょ。もう分かったね。まあ、あのおばちゃんに頼んだら玉手からこうやって刻んでくれるかもしれない。それは危険なやつそれは危険。しそバージョンも美味しいんじゃん。それは間違いないと思う、ね、わさびつけてな、うん、そう、わさびちょっとね入れて、しそで巻いて、しそだけでいこうか、うん、でこれで、これで、うん、しそにしたらものすごいさっぱりで美味しい、うんうんうん、両方うまいな。坊ちゃんとって派のり派やね僕結構両方好きや、しそが好きやから。ほう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 、しそ派かもしれん。ちょっといただきますよ、これめっちゃうまいで。おお、のり派どこ行った、のり派どこ行った、なんのり派ちゃうの、なん、ああそういう感じねけどそれは絶対その食い方がうまい。うまい、これこれは最高ですね。おお、あうまい、うまい、ノンアルコールやね。もうあげへんからね醤油ももらうよそんな、あそういう感じそういう感じなんや。結構ほな坊ちゃんにはあのドストライクやってんや、うん、なるほど、ありがとうございます。デブの方、はい、一人で一つ食べたもんこれ生粋のデブやな、うん、美味しいんだよ、すいませんみんなでシェアなんかしたくないと。これはもう僕のなるほどなるほど、坊ちゃんの気持ちは分かりますなるほどな。お味噌ほんまええ味噌知ってんな、だからこんなになるんですよ。また増えました正月、それは正月太りじゃなくてそうはい、あ、お味噌のね、これもいいでしょ。めっちゃいいな、ちょっと見ますか、 見してくれるかな野井さんが頼んだハートのお作り、これもいいな、いい安くないですか、300円安い。パンはこっちで、はい、炭火で、はい、どっちも炭火なんですけど。あ、そうなんすか。はい、おパンはね、あのファイヤーしちゃうとすぐ焦げちゃうんで、おうほうほう、赤身の方はまたファイヤーしますなるほど、これほんまに肉居酒屋やな。そう、焼肉屋と変わらんな、うん、牛タンこれめっちゃいいやん、これ最高やな、めっちゃ美味しそう。レモンかけちゃいますね。おい、お願いします。おい、よし、じゃあいただく、ここから巻いてすぐ食べれるって嬉しいね。うまいな、うん、こうやって、ではいただきます。おっ、なるほど、これね、酒飲みの好きな味付けよ、うん、ネギ自身にね、うん、ちょっとごま油かけて、これでね、はい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 、ちょっと塩やろ、これはもう最高やな。そうそう、しかもパンが柔らかい、うん、めっちゃ美味しいわ、ほんまに肉居酒屋やね。そうで、夜間でいいでしょ、自分にこれ、うんうん、最高なんや。すいません、生お借りください。あと焼肉屋さんやったら当てが限られるやんか、もう焼肉やらなあかんっていう感じやけど、ここいろんな当てがあってお肉も食べれてめちゃめちゃお得。いいね、最高や、うん、これほんでベラボーにうまいで。うまいね、めっちゃいい香り。それは何の油で炙ってるんですか。これはね、牛やったら牛脂で、はい、鶏やったら鶏油。あ、やっぱ変えてるんですか。なるほど、こだわってるな。じゃあ芝焼くときは芝の油で焼かなかった。いや、それは気持ち悪いからやめとけ。飲みさときは飲み油やめてくれ、飲み油ちょっと。へぇ、そんなんや。あ、ほんまや、3つある。手が込んでる。うわ、絶対うまい。手間かかってるわ。そしてデブが好きなバター、うん、バター入れてくれたね。はい、ありがとうございます。うわ、いや、これめっちゃうまそうやん。やばいよ、最高やな、これうまそう。じゃあ、いただきます。これな、めっちゃいい香りすんね。してる、このね、うん、あの、しめじ、うんうん、しめじとこのバターでめっちゃいい香りすんの。最強の香りやね、これ。うん、ほんで、この赤身から出た油がここジュワーなってさ、ちょっとほんまにこれはすごい飯してるや。しかも炭やからね、うん、生から焼きまであるってすごいね。じゃあ、いただきます。うん、やっべ、ステーキですね、うん、炙ってくれてんのがすごいいい風味入ってんね、うんうんうん、この香ばしいというか、あ、鶏のこの、そうそうそう、あの九州のね、うん、
地鶏焼きの、そう、うん、あの感じの香ばしさが入ってて、うん、めちゃめちゃ美味しいよ、うんうん、こんな牛の初めて食べた俺ねえ、鶏はあるけどなかなか牛じゃないな、ないない、これはないわ。まあ鶏とは違ってこの風味だけで終わらんっていうところが、うんうん、鶏やったらどちらかというとその炭の香ばしい、うんうんうん、風味でいくねんけど、これは食べてから一からに二かみって言ったら牛のうまさが次ジュワーってくる。あそっか、うん、肉の脂がね、そう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 、肉汁が、うん、最高やで、うん、これは最高やね、うん、まさに肉の居酒屋、うん、じゃあちょっとおすすめもう一個なんか頼もう。すいません、おすすめ、おすすめですか、はい、もうこれが最後なんやったら、はい、チャーハンか肉水行ってほしいですけど、はい、すすはい、その一個手前やったら、一個手前やったら、はい、揚げ物まだ頼んでない、はい、まだビールフィーガスとかに、あ、じゃあそれお願いします。そのチーズとかも大丈夫、 はい、大丈夫、もう豚、シソ、チーズ全部好きです。はい、お願いします。間違いない、締めもあんねんな、肉水とかもあんねや、やばいね、これはもう全部完結できるね、ここ。そうやね、うん、今言ってたチャーハンなんかハラミチャーハンやってる。へえ、それもちょっと気になるな。気になるね。こんなね、何でも屋さんして疲れないんですか、大丈夫なんですか。何でもあるじゃないですか。いや、言うてでもね、お魚とかも、はい、てるんで、はい、魚切って肉全部入れたんで、まあちょっとメニューが多いですけどね、はい、仕込みがちょっと、あーですよね。いや、めちゃめちゃいい店、うん、最高です、最高です、はい、ということで、これがとろーりチーズ豚しそ、もう飯テロでしかないやん、もう最高やな、これ。ここええな、おしゃれ、しゃれてるわ。じゃあとりあえず僕何もつけんとこのまま行くわ。お、デブの考えやな、うん、うーわ、チーズ伸びる伸びる伸びる、いやらしいな。じゃあいただきます。やばい、これはここに来てめっちゃうまい。ごめん、刺身、焼き物にとって揚げ物の最高峰。あ、まさにこの豚とチーズめっちゃ合うやん、うんうん、な、その濃厚コンビにしそであっさり組んねん、うん、でチーズの塩分がめっちゃ心地いいから何もつけんで食える、うんうん、じゃないやろ、揚げ油が最高なんだろ。ちょっと何言ってるか分からへんの。ちょっと何言ってるか分からへんの。こっちに振るな。ボーちゃんたまにな、困ってくるな、ツッコミをしてくんねや。いや、でもデブが好きな容赦を抑えてる、うんうん、もうね、この小麦パン粉についてな、うんうん、油のことを言ってる、油、油、そうそうそう、油、そうやな。いや、ほんまに美味しい、これマジでうまいね。これはぜひとも食べるべき一品です、はい。え、飲めた、なんで今、ええとこ見つけたんで、ええとこ見つけた、まあ、え、ちょっと話違うくない、なんか通い詰めたら、もう俺ここ通い行きつけやみたいな感じで今まで言ってたけど、いや、自分のとこでちょっと言うてもうたな、え、俺ここ通うわ、うん、あ、正直に言うてみて、はい、はい、こっちこっち見て、はい、正直、前通った肉って文字が見えたんや、ほんでな、もう汚なるやろ、ほんで僕に電話したと、そう、肉や、肉、肉肉同士で行かなあかんやんか、ほんで、あの、安い、うまいでって言うたらこいつ来るわと思って、そうそう、当たり前や、電話したと、で、みんなで食べようと、ほんなら、まんまと僕は釣られて行ったと、そうそう、罠にかかったんや、でも、で、よかったよ、めっちゃよかった、ここはいい、ここはぜひとも、あの、友達とかにおすすめできるんですよ、彼女とも来れるもんな、うんうんうん、女性連れで、ほんとにおしゃれやし、なんか、うん、なんかおしゃれやし、うん、店員さんがなんか、もうなんか若々しいから、やっぱり、うん、これマヨネーズもあんねんで、あー、デブの、デブが大好きなやつや、うん、マヨネーズ乗っけて、でもはやチーズにマヨネーズ乗っけたら何か分からん、そうやね、お前ね、で、ここにね、あーソースをこうくぐらせて、悪いやつやな、うまそうやな、これなんかね、カツ系の結構高い店で食べた味や、うん、うまい、これはうまいわ、マスター美味しい、ありがとうございます、めっちゃ美味しい、お品だけある、よかったです、めちゃめちゃ美味しい、これと白飯でいけるもん、ほんまに、もうめっちゃ刺さった、心に、これはうまい、今日もいただきますよ、はい、とろーりチーズの豚しそミルフィーユカツ、うん、これ、あげへんからな、あげへんからなんてもうないやんけ、もうないやんけ、うまい。
これうまいな、うん、これめっちゃうまないうまい、うん、これは定食でランチで出せるレベルやね出せる出せる、うん、いくらですか580円ちょっと単価安ないかじゃあこれ480円で米100円米が100円味噌汁は別料別料オプションかよ別途ありがとうございますあのさ、うん、柴さんが食レポをしてる時にさ、うん、のみさんの背景めっちゃ真面目に聞いてんだめっちゃパクってる感じがする食レポを勉強してるいやパクリは成長やから、うん、あそっかそっか、うん、成長できるからね、うん、じゃもうじゃあパクリじゃない引用じゃあちゃうで違うでのみさんあのねパクられへんやつはマジであかんもうパクリっていうプライドをこんなんて持ってたらいつまでたら成長できへん、うんうんうん、人はいいと思う人のやつを勉強してこうパクっていくわけパクっていってそれを将来自分でアレンジしてこう自分のアレンジする、うんうんうん、まずは吸収しないと始まらへん、うん、あなるほどだから例えば僕らって全員パクってんねん、うん、なんでかというと 1+1 は2、はい、誰が考えたことこの方程式っていうのを昔の偉い人が考えて、うんうん、それを僕らがただやり方をパクってすぐ 1+1 は2って言うねんだからパクってパクって成長どっかのマルチ商法かな未来を、未来を、仲間を仲間を増やすおるで、こんなきらびやかな世界に来てくれみたいな、うん、いやほんまにそうやねだからほんまにね、あの僕もよう言われるパクリ、誰やねんパクリって言われるけど、うん、パクリっていう人はあの出世もできへんし、薄いうん、あ、お前パクってるやんけっていう人がそう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 、ね、吸収やからねそう、いい勉強やん、言ったら、うんうんうん、だから、大学とか行って勉強してんの昔の偉い人がいろいろ頑張って、うん、このね成果を出したことのパクリやから、うん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 、それをなんていうのその人が一生かけてやったことをわずか1時間で僕らパクってるからまあまあね確かにね、うんまあ、言い方はねちょっとパクリとかなっちゃっても、うん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 、まあ学習ですから、うん、要は学習なんで、ね、言い方変えれば、ね、そういうことだからパクリは正義ただあのパクられてイラッとする人はパクられへんような自分のオリジナルを持とうっていうああなるほど、うん、こんなあかんな俺ボジータないんかなそうねあるよあ、メガネやめとけこれは誰もまだへんやろのみさんだってパクられへんパーツいっぱい持ってるやんまあ確かにねそれな御堂筋とかさやめとけここもう悪口やないか僕もね顔面とかねそうやグラスなコンセントコンセント言うなそういうのオリジナリティをこう出していってそうそうこうやればいいんだ、ね、要はねマイナスやと思われるところをプラスに変えれば、ね、そうそうポジティブにねポジティブ、うん、自分の武器にしていくそうやね、うん、じゃあもっと太ろうそれは別だろあ違うそれ吸収してるからいい方やねいい方やねいい方やねなるほど吸収してるからいい方やね吸収してるからなるほどありがとうございますということでこれが原価割れの今すぐやめたいハラミチャーハンだってこれだって腹に乗ってるもんなこれ上にごっついやついやこれはお得でしかないいただきますこれめっちゃ輝いてるねすごいねパラパラうまそうではいただきますあめっちゃ香りいいやばおめちゃめちゃうまいね、ま、結構甘みを感じるチャーハンうまいわうまっいや、ハラミ、ガチでハラミじゃないですかあんま宣伝しないでいくらふたさくはハラミいるっていうぐらいチャーハンうまいねうんうんうんいや、ハラミがついてんねめっちゃお得やで、うん、お得やな、うん、さっきお兄さんも言うてたやん、うん、ハラミ680円で、うん、チャーハンにすることによって580円に値下がりするんやで、うん、すごいこれな、めちゃめちゃうまいうまい、ほんまにうまいこれチャーハンがガチで美味しいんだけど、うんうんチャーハンだけいけんハラミをつまむやん、うん、何なんですかこれうまいほんまのハラミやね、うんうん、パサパサしたやつとかじゃなくて、うんうん、これはやらかしましたねそうやねオーナーやらかしたねだからやらかしましたね、うん、どっちも508円取れる値段のね、うん、ハラミだけでも508円これオプションで300円ぐらい取らなあかんのこのハラミを乗せんのがオプションで、ねうんうん、300円400円取らんのこれはお得やわそうやなぜひともみんな食べてみてもう最高、うん、ハラミを食べたくなったらチャーハンも一緒に頼んでそうデブイン100円引きだから今日デブインになるけどな米だけ隣の人にやったらええやな飲食店ってチャーハンやりたがらへんねんピッチだあ手間かかるからねそうチャーハン作ると一人つきっきりになってしまうから、うんうんうん、であの味のばらつきが出やすいチャーハンって、うんうんうん、この目分量でこう入れていくから、うんうん、だから
例えばあの人が作ったのめっちゃ美味しかったのに今日なんか微妙やわとかあるから、チャーハンってほんま作りたがらへん、うんうんうん、この値段でハラミと共に提供するって神です。そうやね、最高。ということで最後の締めにおすすめの肉水いきます。めっちゃ香りあるしすごいボリュームがあっていいね、これうまいね。汁も最後欲しくなるからね。いただきます。あったまるお肉も、うおめっちゃ入ってるよ。 お肉入ってんな、まあ、肉の居酒屋だけありますね、うん、うんうん、どうですか、もうここ満足していただけました。超満足、超満足、うん、よかった、ほんまに。のみさん初めてやからな、うん、ちょっとおかわりもらおうかなこれはいいわ、ここほんまにいい居酒屋さん、うん、もう最初から締めまで全部生から焼きで、うん、こう揚げ物行ってでこの締めまで行けるっていう最高だ、うん、なんせ西成人大好きのお酒が安い、うん、ね、なあ、のみさんもどうぞ。おちょっといただきます。優しい味やな、これ。そうやね、カツオだしの、見て見て見て、ぼちゃんぼちゃん卵が入ってる、うまやん。これ食べていい？うん、もう食べていい。いいのいいの、ほんまに。いっちゃっていっちゃって。じゃあちょっといただくね。熱いんちゃうかそれ。割っていくわ。うわーこれ濃厚でうまい感じや、これちょうどいい卵や。うわいただきます。でもね、幸せとはこのことやなるほど、ガチで、うん、よかったよかった、そう思ってもらえたらよかった。マジで初めてやるよな、うん、どういう言うな言うな、そこはあんま共通してない。いやけど、うん、今日このお店に出会えたことがすごい良かった、うん、そうやね、うん、ぼっちね、うん、ほんまにぼっちさん、うん、こんななかなかないですよ、うん、これこんな最高なお店ないわ。これぜひともぜひともリストに追加です。わかりました、うん、来ましたね、ぜひともリスト来ました、来ました、ぜひともリスト、もうこれ大ですからね、うん、これ僕はぜひともリストって言ったところは外れないから、うん、間違いなく、うん、うまうまい、肉もうまいねこれ、うん、ということで残りゆっくり飲みたいと思います。ごちそうさまでした。さあじゃ、いやめちゃめちゃいい店やった。いやいいね、これね、たらふく飲んでたらふく楽しんで、いや結構リーズナブルでした。もう値段全部出しておきますけど、ほんまに安い、ピンピンが安い、安いって言ったら激安ではないけど、クオリティを伴ったら安いよね。安い安い安い、特におすすめは何やろ、まあ、生も、あとミルフィーユうまかったな。うまかった、うん、でやっぱ炭火のね、うん、やっぱり肉のそうそうそう、こう炙ったやつがね、うんうんうん、すごい香りが良くて美味しかったんで、ぜひとも皆さん西成に来たらこの見て、肉ポチ、うん、肉の居酒屋、そう肉の居酒屋ポチさん、ぜひとも行ってください。ここはおすすめリストに入るんで、みんな行ってみてください。ほんまにそうです、まあデブにはなるな。そうそうそう、チャーハンもうまかったしな。ぶっちゃけ撮影終わってからの方が食べたりしてもらうから、飲んでるし撮影だけど、はい、多分1 3人で1万円ぐらいやったけど、あれから飲んで食ってしてるから1万4000円ぐらいかかったけど、3人で1万4000円って安いと思う。そうやな、ということでね、今日もデブになったって、本当に今日のデブロスさんです。さあ、以上です。